皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。昨日ですね、4月24日日曜日朝9時から Amazon タイムセールが始まっております。で、期間が明日ですね、火曜日26日の日付が変わるまでということになっているんですけれども、今日はね、タイムセール始まって2日目で、うちのチャンネルではですね、おすすめ商品、ガジェット編、そしてアウトドア編ですね、2本もうすでに動画を上げているんですが、3本目、まあ、これが最後になると思いますけれども、今回はですね、生活用品、それから食料品ですね、こういったもののおすすめ商品を紹介していきたいと思います。で、上のね、タブを見ていただければ分かるようにですね、めちゃめちゃ多いんですよ。厳選したつもりなんですけど、かなりね、多くなってしまいましたので、どんどんとね、テンポよく紹介していきたいと思います。それではね、早速始めていきましょう。はい、で、まずね、おすすめ品を紹介する前に、もうしつこいようですが、ポイントアップキャンペーンのお知らせをさせてください。これね、大切ですのでね。で、まずタイムセール祭りの会場に行ったら、これですね、キャンペーンにエントリーする、ここを Amazon にログインした状態でクリックしてください。それでエントリー完了になります。はい、そしてセール期間中に1万円以上お買い物するということが条件となってきます。で、そうすると、プライム会員であれば 2%。そしてこれがね、忘れがちなんですが、 Amazon ショッピングアプリで購入してください。これでさらにプラス 1% で、お支払いをですね、 Amazon マスターカードでされるとさらにプラス 3% ということで、合計 6% になります。はい、で、今回のセールはさらにですね、これですね、スポーツアウトドア関連用品はさらに 4% ポイントアップ。まあ、この動画では生活用品、それから食料品を主に紹介しますので関係ないんですけれども、もしね、一緒にスポーツアウトドア関係のグッズを購入するという方はですね、こちらも注意してください。で、これね、対象商品に一部例外があるみたい で、しかもね、この商品がプラス 4% ですよっていう記載がないんですよね。なのでちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク前ですし、特にね、アウトドア用品ですね、購入されるのは今はね、お得なんじゃないかなと思います。はい、それではね、おすすめ品紹介していきたいと思いますが、まずはね、常備薬としてお薬をいくつかね、紹介します。こちらね、イブクイックですね、頭痛薬です。60錠入っているものが、特選タイムセール、1036円、42% 引きになっています。はい、続いてですね、これ、パブロン鼻炎カプセルですね、24カプセル入っているものが、20% オフ、830円になっています。はい、同じくね、パブロンのお薬なんですけれども、こちらのね、鼻炎用の薬は、41% オフ、1164円になっています。はい、それから、世の中の僕も含めてお父さん方、これにね、頼られる方いっぱい置いてると思いますが、パンシロン01プラスですね、こちらがですね、52% オフ、半額以下になっております。823円になっています。はい、それからですね、こちらちょっとね、初めて知って気になっているんですけれども、レック熱中レスキュー激冷えくんというもので、着ているね、衣類に振りかけたりすると非常に冷えるというものらしいんですよ。で、いくつかね、タイプがあるみたいなんですが、一応ね、これを代表して紹介しておきます。これね、冷える上にさらにね、虫除け効果もあるものですね。こちらがですね、 30% オフ、684円となっています。はい、洗剤関連ね、いきたいと思います。こちら、排水口の汚れ落としパイプユニッシュです。 25% オフの1229円となっています。はい、続いてね、今度は洗濯洗剤ですね、アタックの抗菌 EX スーパークリアジェルです。こちらですね、 33% オフの672円となっています。はい、それからね、柔軟剤ですね、ハミング消臭実感柔軟剤ですね、こちら 36% オフの827円となっています。はい、次はね、洗濯機の洗剤ですね、洗濯槽カビキラーです。こちら 54% オフ、833円ということで、半額以下になっております。はい、次にね、食器洗いの洗剤ですね、これはキュキュットの詰め替え用なんですけれども、32% オフ、818円になっています。はい、で、暖かくなってきましたので、そろそろこれのね、対策をしないといけないですね。ゴキブリ駆除剤です、ブラックキャップというもので、こちらがですね、 20% オフ、797円になっています。はい、続いてこちらね、入浴剤ですね、オンソという入浴剤で、オンソの中でもね、白花の湯というタイプのものになります。で、こちらね、先月のタイムセールで僕実際に購入して使っておりますが、めっちゃいいです。本当の温泉のようで、ぬるぬる感があるんですよね。で、しかもね、匂いがね、硫黄の香りがするんですけれども、僕は人工的な匂いがね、例えばローズの香りとかジャスミンの香りみたいなやつ、ああいうのがね、苦手なんですよね。で、そういう方にはね、これおすすめしたいと思います。で、こちら 26% オフで639円となっています。
はい、続いてこちらですね。デオウボディウォッシュなんですが、男の匂い丸ごと洗浄ということで、僕と同じくね、世のおじさま方、ちょっとね、自分の体臭が気になりだしてるぞという方にね、おすすめしたいと思います。でこちらですね、通常1277円のところ、タイムセールですね、920円となっています。はい、続いてこちらね、ダブですね、定番のボディーソープなんですけれども、こちら 48% オフで1598円になっています。はい、あとね、ハンドソープですね、こちらキレイキレイなんですけれども、まあ、今のようなね、ご時世ですので、外から帰った時にね、しっかり手を洗うっていうのはね、習慣化されてる方多いと思うんですけれども、こちらは 20% オフで960円となっています。で、Amazon 限定みたいなんですけども、これですね、除菌ウェットシートもついてくるみたいですね。小さいお子さん連れでね、お出かけするとき、こういうのあるとね、非常に助かりますよね。はい、それから、もうそろそろね、こちら必要になってくるんじゃないかなと思います。日焼け止めですね。で、こちらはニベアの UV スーパーウォータージェルなんですけれども、25% オフの809円になっています。はい、同じくね、日焼け止めなんですが、こちらはビオレ UV アクアリッチですね。25% オフの809円になっています。はい、こちらはですね、洗顔メイク落としなんですけれども、セール対象商品ではないんですが、これね、結構毎回のセールでうちのチャンネルから売れております。で、またね、通常価格よりも安く売られていますので、おすすめしておきたいと思います。水彩というメーカーさんですかね、ビューティークリアミクロウォッシュというもので、通常より 18% オフ、1630円になっています。はい、続いてね、リステリンマウスウォッシュですね。で、これいくつかタイプがあるんですけれども、まあ、これを代表して紹介しておきます。これは1リットル入っているもので 10% オフ888円になっているんですけれども、これね、もっと大きいボトルのものもあるんですが、このね、小瓶がついてくるのが便利なんですよね。で、昔僕ね、大きい方を家に置いて使っていて、小さい小瓶の方を職場に持って行って、お昼ご飯の後使っていました。まあ、今回ね、ちょっと割引率低いんですけれども、おすすめしておきたいと思います。はい、次こちらですね、アレルブロック花粉ガードスプレーですね。もうそろそろね、花粉の季節終わりそうなんですけれども、花粉だけではなくて PM2.5 とかですね、まあ、顔とか衣服、髪なんかにそういったものがつくことを防ぐためのものですね。 25% オフの545円となっています。はい、続いてこちらですね、エリエールのウェットティッシュ除菌アルコールタイプですね。で、先ほどね、キレイキレイのおまけのところでも言ったんですけれども、こういったですね、除菌ができるウェットティッシュタイプあるとすごく便利なんですよね。特にね、小さいお子さん連れの時に助かりますし、これね、キャンプなんかでもね、活躍してくれます。こちらが 20% オフの858円になっています。はい、それからですね、これね、使ったことないんですがね、ちょっと見つけて気になっているんですよ。ナイトミン耳ホグタイムというもので、これどういうものなのかよくわからないんですが、多分ね、耳に耳栓のように入れると温かいらしいんですよ。で、それで寝つきが良くなるみたいな商品らしいんですけども、これね、かなり僕ちょっと気になっております。ただね、これセール対象品ではないみたいなんですけれども、通常からですね、 52% オフで699円ということで、まあ、結構お安いので、ちょっとね、試してみたいなっていうふうに思っております。もしね、これ使ったことがあっていいですよっていう方ね、コメント欄でお知らせしてくれると嬉しいです。はい、それからですね、これ Amazon セールではもう人気の商品というか定番ですね、タオル研究所のタオルです。で、いろいろなセット内容のものはバリエーションあるんですけれども、まあ、一応代表してね、こちらを紹介しておきます。ナンバー003ですね、フェイスタオルタイプのもので、5枚セットのものです。まあ、割引率は大したことないんですけれども、 5% オフの1501円となっています。はい、ここからはね、食料品関係いきたいと思います。で、まずは飲み物からいきたいと思いますが、こちらポッカ札幌キレートレモンですね、 49% オフ1528円となっています。はい、それからですね、 Amazon セールになると必ずね、購入される方が多いでるのが野菜ジュース関連なんですけれども、まず一つ目ですね、こちらカゴメ野菜生活100ベリーサラダ 200ml 24本入りですね。通常よりも 43% オフの1522円となっています。はい、一方こちらですね、伊藤園の1日分の野菜30日分ボックスですね、 200ml 30本入りなんですけれども、こちらはですね、 35% オフ1945円になっています。はい、さらにもう一つ、カゴメの野菜生活100オリジナルというもので、 200ml で24本入りです。こちら 33% オフの1900円となっております。まあ、こういったね、野菜ジュース、一人暮らしの方ね、
なかなかね、野菜を取れないという方はね、補助食品としてね、いいんじゃないかなと思います。はい、続いてはね、コーヒーになりますが、キリンファイヤーワンデイブラックコーヒー 600ml ペットボトル24本入りです。これね、僕好きなコーヒーなんですけれども、600ml あると、これ1本持って出かけてね、結構長時間持つんですよね。ちびちび飲んで、1日持ったりするんですけれども、コーヒーをね、水代わりに飲みたいという方はね、おすすめしたいと思います。通常よりも 14% オフで1799円となっています。はい、それから水に行きたいと思いますが、まずはこちらですね。霧島天然水飲むシリカですね。こちらですね、5% オフの4275円となっています。はい、それからですね、まあ、暑くなってくると、ただのミネラルウォーターよりも炭酸水がね、いいよっていう方はおいでると思います。こちらはですね、伊藤園のラベルレスの強炭酸水ですね。500ml 24本入りで、シリカ含有のタイプのものです。で、こちらはですね、セール対象品ではなくて、通常価格のままで、ちょっとね、お得感は少ないんですけれども、10% クーポンもついておりますし、この伊藤園の強炭酸水、すごくね、人気なんですよね。毎回購入される方がおいでます。ということで、紹介しておきたいと思います。はい、同じく炭酸水でこちらですね。アサヒ飲料ウィルキンソンの炭酸水です。こちら 500ml 24本入りで 33% オフ1659円となっています。こちらもね、人気の炭酸水で毎回セールのたびにね、購入される方がおいでます。はい、それからですね、アマゾンセールでは結構インスタントコーヒーがお買い得なんですよね。で、代表格的なものを紹介しておきたいと思いますが、ネスカフェゴールドブレンド 120g です。で、こちら 44% オフですよ。854円で出ておりまして、あとね、このゴールドブレンドシリーズ、いろんなタイプがありますので、お好みに合わせてね、購入していただけたらと思います。はい、それからですね、チルアウトですね。これね、僕気になりつつまだ飲んだことないんですけれども、結構人気なんですよね。185ml 12本セットが 10% オフで2159円となっています。はい、続いてこちらですね、ギーイージー 200g。これね、グラスフェッドバターの無塩タイプのものです。で、グラスフェッドバターっていうのは、自然の草だけを食べさせた牛から取った牛乳で作るバターなんですけれども、これね、コーヒーに入れてバターコーヒーっていうのがね、一時期流行りましたよね。で、僕も飲んでいたんですけれども、その時にね、使っていたのがこのね、ギーイージーというバターです。はい、で、もちろんね、こういうバターコーヒーだけじゃなくて、調理のね、油として使ってもいいですし、質のいい油が取れますので、こちらおすすめしておきたいと思います。23% オフの1672円になっています。はい、質のいい油ということで、MCT オイル、こちらも紹介しておきたいと思います。19% オフの1927円となっています。で、これね、人気で、毎回セールのたびに購入される方が多いでます。まあ、MCT オイルってね、結構お高いので、こういったセールを利用してまとめ買いしておくのが一番賢いのかなと思います。はい、あとですね、非常食にもなる砂糖のご飯ですね。200g 20個入りのものが 5% オフですかね、3475円となっています。1食あたり174円ですね。まあ、一人暮らしの方で時間がない、もうご飯炊くの面倒だっていう時にね、使うといいかなと思います。はい、それからですね、朝食はオートミールだっていう方ね、結構おいでるんですけれども、こちら日清シスコの美味しいオートミールですね。通常よりも 32% オフの1940円となっています。はい、で、この商品ですね、今回のセールが最安値域ですね。非常にお得だと思います。はい、次にね、カルビーのフルグラですね。950グラムのものが6袋入っているもので、22% オフ4061円になっています。で、こちらも過去最安値クラスですね。お得だと思います。はい、そしてうちのセールおすすめ商品動画で必ず出てくるのがこちらです。小分け3種ミックスナッツですね。で、今回も安定の1910円で登場しております。1g あたり 1.8 円ですので、結構お得です。で、このね、小分けになってるのがいいんですよね。ついつい食べ過ぎてしまいますので、1日1袋と決めて、まあ、おやつの時間なんかね、食べられるといいかなと思います。はい、それからね、小分けになってないものがいいという方にはね、こちらです。3種プレミアムミックスナッツ 1kg ですね。こちらの商品ね、僕、昔食べていたんですが、若干、アーモンドが小粒かなという感じはするんですけれども、味は大丈夫ですね。10% オフの1880円になっていますので、おすすめしておきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、
生活用品、それから食料品にねスポットを当てておすすめセール商品を紹介しました。で、洗剤関連とか食料品に関して言うと、お近くのスーパーとかですね、ドラッグストアの方が安い場合も結構あります。ですので、何パーセント割引ですっていうのに即乗らずに、近所で売られている価格とよくね比較していただいて、でポイントはですね、Amazon の場合は自宅まで届けてくれるというところですので、重たくてね持って帰るの大変だというところも加味していただいて、 Amazon の方がお得だと判断できれば購入していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、特にね液体系の洗剤とかですね、飲料水とかね、あとお米ですね、こういった重たいものを Amazon セールの時にまとめ買いする、これがね一番賢い購入方法だと思います。ぜひ検討してみてください。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。